パエストゥムネプトゥヌスの神殿、ヘーラー神殿夜景パエストゥムは、イタリア南部カンパーニア州サレルノ県カパッチョペストゥムに、ある古代ギリシア、古代ローマ遺跡。1998年には、ユネスコ世界遺産に登録された。パエストゥムとは、ポセドニアが生まったもので、イタリア読みでは、ペストゥムが近い。ルカニア人に征服されていた時期は、ペイストースと呼ばれていた。その後、 ローマに再征服され、パエストゥム、もしくは、ペストと呼ばれた。3世紀半ばの地理学者、ガイウス・ユリウス・ソリヌスは、ドーリア人によって建設されたと述べている。紀元前の歴史家ストラボンによると、シュバリスから来た、アカイア人によって建設されたとしている。アリストテレスは、アカイア人とトロイゼン人が、共同建設後に、トロイゼン人が追放されたとしている。ギリシャの植民地として、 ポセイドニアとされた。建設時期の文献記録は残っていないが、考古学の調査では、紀元前600年頃だと推測されている。その後、ルカニア人に占領された。紀元前273年に、ピュロス戦争によってギリシャの支配下になった。ハンニバルによるカルタゴ侵攻の間、都市はローマに忠誠を捧げたことで、 独自の貨幣鋳造権などの特別な特権が与えられた。西暦400年頃に四教区となった。その後、諸々の事情で沿岸部から人が離れ、数キロ離れたアクロポリスのような崖の上への移住が起きた。この理由として、船を作るため森林破壊を進めた結果、洪水が多発し、沿岸部が湿地となり、それに誘発されて、蚊が媒介するマラリアがまみえん。さらに、 追い打ちでサラ先人の海賊が襲ってきたことも原因とされている。使われなくなったら忘れられるもので、ローマの都市ポンペイの再発見に続いて、18世紀になって再び注目されることとなった。ポセイドニアは海の神ポセイドンの町の意味である。紀元前550年頃、ゼウス人の伴侶でオリンピアの女王ヘラのための神殿建築が行われた。 このヘラ神殿は古典的集中式神殿の一つである。その100年後ぐらいに町の主神、ポセイドンのための神殿が建てられた。ポセイドニアの発掘調査で出土したケイロンの石柱は古代ギリシア美術では見られないほど荒削りで古風である。この石柱は甲を焚いたり捧げ物を焼いたりする台またはその一部分であったと考えられる。イタリアのサレルノ湾の南端に 後になって、ローマ時代にパエストゥムと呼ばれるようになるポセイドニアのギリシャ植民都市の遺構が立っている。この街平面は直行格子によって構成ており、この格子の中央の大きな長方形の中にアゴラといくつかの聖域とがあった。例外的なほど保存の良い三つのドリス式神殿が今でも立っている。南の方は土地が低く、 そこにヘーラー女神に捧げられた二つの建物が同じ方向を向いて互いに接近して置かれている。土地が高まっている北方には丁な女神に捧げられた神殿がある諸神殿の方向は都市の格子と平行でない。すっかりは二つのヘーラー神殿の方向のわずかなズレを海岸平野の東にある水上をなす険しい丘に合わせたのであると巧みに分析している。 彼は二つの神殿がどのように聖なる景観に向かって特別なパースペクティブを想像しているかを示し、しかしこのようにヘーラーの諸神殿はこの都市の大地及び女神との結合を祝おうとしたのであると述べている。他方、アテーナー神殿は景観の髪型に立ち上がっている。 そして街に近づく船から見ると、最も高いところにあって、最も顕著に髪型を施行しているアテーナー神殿は、他の諸神殿以上に山並みに対抗し、この都市が、このポリスが暗黒の諸力に満ち、諸法則で限られた自然界の恐怖から人々を解放する手助けをしたのであろうという事実を言明している。参考文献。ありがとうございます。